さんこんにちは、あいちんです。今日はですね、最近ですねお部屋の掃除をして衣替えをしたんですけど、本当に一回着たか着てないかぐらいの服がですね出てきたので、今日はちょっと私が試着というか、これこういう感じだよみたいな感じで分かりやすいように着ようかなと思っていまして、その服をプレゼントしたいと思います。果たしてこれが需要があるのか分からないんですけど、もし欲しいなと思う方はぜひぜひ応募してみてください。今着てるこちら、こちら私の大好きなミシェルマカロンの服なんですけど、こうねシューシューシューってここなってて、で割とここもしっかり鎖骨が綺麗に見える感じで、なんか肩のところもこういう風になってるから結構なんかスタイルがよく見えるトップスなんですけど、赤いトップスです。これあんまり着る機会が、私デニムをたまにしか履かないので、黒のスカートとかなんかそういう感じに合わせて着ようかなと思って買ったんですけど、そんなに本当に1回着たかな着てないかなぐらいなんで、まだまだ綺麗なんですけど、という服です。かわいいです、これすごい。こんな感じで一個一個一応どんな感じなのか着ていこうかなって思っています。次なんですけど、レディアデルのトップスなんですけど、これはですねなんかこんな感じでシャツになってるんですけど、ちょっとこれは今デニムで合わせてるんですけど、まあインした方が可愛いと思われます。こんな感じでインして着るといいんじゃないかなって思います。ちょっと後ろ長めでですね、可愛いのがここの袖のところがシュッシュッシュッってなってて、で紐が片方についてて、こんな感じでちょっと抜きっぽく着るのが可愛いです。ぜひ着たい方がいたらよろしくお願いします。すごい可愛いんですよこれ、ちゃんと着たらこんな感じ。スカートに合わせてもいいと思います。こんな感じです。次はですね、次もレディアデルのトップスなんですけど、ブラウンです。私あんまりブラウン持ってないからと思って買ったんですけど、衣装で本当に10分ぐらい着たやつなんですけど、こちらなんかさっきからちょっとブラの紐が見えてるのは、これは気をつけてください皆さん、着るとき紐が見えないような下着を選んでみてください。これはニットですね、こんな感じです。かわいいの。でもなかなか着るタイミングがなくてちょっと着てないんですけど、なんかこういう風になんかスタイルよく見えるニット、これ縦のあれが入ってるので、余計なんかこう縦長効果というかがあります。でこの境、この胸の下らへんがこういう普通のニットになっていて、すごいスタイルがねよく見えるなって思います。こんな感じです。この下のスカートです。スカートがこれがティティアンドコーのなんかお花の刺繍が入ってるスカートです。デニムスカート、これはですね私買ったんですけど、なかなかウエストがちょっと緩くてこう下に落ちてきちゃうから、これでもフリーサイズです。だからまあベルトを締めたら、緩い人はベルトを締めればいいし、まあ、割といい感じに着こなせるんじゃないかなって思います。可愛いです、すごい。デニムでちょうど膝上ぐらいの丈で、そんなに短すぎもなく、とても可愛いです。これちょっと今一緒に着ちゃったんですけど、こういうデニムスカートは何にでも合わせやすいのかなって思います。トッ
ップスばっかりになっちゃったけど、あのまだ全然着てなかったので、よかったらプレゼント企画にしてみようかなと思いました。なんかさ、今度なんだろう、例えば GU とかで、お買い物してそれを、コーディネートを作ってプレゼントとかやりたいなって思います。やっぱりね、見てくれてる皆さんのおかげでこうやって YouTube を、1年以上続けられたので、こういうねプレゼント企画的なこともやっていこうかなって思います。なんかそう、一回やったのにね、喜んでいただけたので、なんか男性なんかね、服のコーディネートだとまあ女性向けばっかりになっちゃうんですけど、男性向けの何かも考えたいなって思います。そんな感じでぜひぜひ、これいいなって思った方は応募してみてください。詳細は概要欄に載せときます。それでは、よかったなと思う方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。